映画ゴッドファーザー、ディアハンター、などに出演した、名優ロバート、デニーロ、72歳、が、日本には、老人を敬う休日、がある、素晴らしい文化じゃないか、と、21日の、敬老の日、を絶賛した、デニーロは、日本の高齢者は米国よりずっと社会に居場所がある、米国では高齢者はあまり大事にされていない、と話した、新作映画、マイ・インターン、10月10日公開、で、40歳年下の女性社長、アン・ハサウェイ、の下で働く70歳のシニア、インターンを演じている、交流サイト、Facebook、が解説できないなど、若い世代とのギャップが描かれる、敬老の日、への賛辞は、同作公開を前にしたインタビューの中で飛び出した。デニーロは、お忍びで新潟、佐渡の酒蔵を訪れるほどの日本酒党だ。年上を敬う日本の文化にも十分精通している。介護施設で高齢者への暴力が問題となる中、アカデミー賞俳優の、敬老の日、に関する言葉は注目を集めそうだ。